こんばんは、菅原バーレーへようこそ。番組をナビゲートする菅原です。今回も、ゲストに長谷川さん、ブリフトアッシュの長谷川さんに来ていただいてるんですが、先週もねお話しした通り、今日はですね長谷川さんのエロ技を、はい、早速見ていただきたいと思いますんで、長谷川さん、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、それでは早速ですね、はい、ちょっと磨いていただきたいと思うんですけど、まあ、ちょっと当社でも大人気の今年あの WH のサイドゴアブーツ、こちらがもう非常にあの好評で今も非常に売れてるんですけど、まあ、そのサイドゴアブーツをちょっとさらに人より輝くものにしてもらいたいということで、今回この WH のサイドゴアブーツを長谷川さんに、鏡面加工を仕上げていただきたいと思うんで、はい、早速お願いいたします。はい、かしこまりました。はい、結構革はすごい柔らかいですね。うん、ですね。すごい履きやすそうな、はい、どうしてもあの鏡面磨きするときにこう曲がる部分はあんまり乗せちゃいけないので、しっかり硬いあの芯があるところを光らせていくので、はい、ちょっとまずちょっと確認させてもらって、はい、じゃあちょっと早速磨かせてもらいます。お願いします。まずはホコリをちょっと一回払って、うん、で鏡面磨きの前に栄養補給をしたいので、はい、でちょっとクリームを塗っていきます、ね。はい、これはブリフトアッシュさんのオリジナルのクリーム。そうです、オリジナルクリームですね。でこれをしっかり皮の中に染み込ませていきます。はい、このクリームはなんか長谷川さんがご自分で作られてるとかって、まあ、そうなんですよ、はい、あのベースは化粧品会社で作ってもらってるんですけど。化粧品会社。そうなんです。普段はオーガニック化粧品作ってる工場に依頼をして作ってもらってる靴クリームなんですけど、はい、なので一応まあ28種類いろんなお肌に塗る成分だけでできてるっていう。なんか特別なみずみずしい。そうなんですよ、ですよね、他のクリームに比べて、はい、ものすごくこう皮に浸透して潤いを与えるので、はい、ものすごい皮が良くなりますね。でしっかりそれを手で温めながら塗り込んでいきます、うんうんうん、やっぱりこの指で塗るっていうのは何かこう理由があるんですか？そうですね、あのやっぱ皮膚、まあ、レザーとはいえもともとは皮膚なので、うん、まあ、スキンケアと一緒でこう温めながらクリームを塗るとよく吸い込んでいくんですよね。なので人肌で温めながらクリームを塗るっていうのが、うん、これすごく大事ですね。うん、塗るというよりは染み込ませるって感じですね。はあ、まあ保湿してあげると、皮の表面上じゃなくて中に入れるような感じでこう、なんかまあこちら新品なんでもちろん皮が状態いいんですけど、うんうんうん、こう乾燥して硬くなってくると皮ってちょっとゴワゴワしてくるので、なんか肩こりをほぐすみたいにクリームを塗ってこう揉んでると繊維がほぐれてくるんで、うん、それはやっぱり染み込ませるっていうことの大切さですね。じゃあちょっとオイルマッサージに近いのかな。もうそんな感じですね。こうコラーゲン繊維を硬くなってるのをこう、はいはい、ほぐす感じがして、うんうんうん、で塗った後にこう豚の毛のブラシでしっかりとブラッシングをして、はい、よりこう浸透させていきます、はい、でこの時ちょっと力強くこうしっかりブラッシングをしてもう一回こう浸透させていきます。先週見ていただいた方はあの分かると思うんですけど、この辺がちょっとこうねエロいです。よくあの僕はよく言うんですけど、靴を踊らせて磨くんですね、はい、こう右手は常にこの場所にいて、はい、靴がこうくるくる動いて磨くっていうのは大事ですね。こうやってやっちゃうと疲れちゃうんで、体こうやって靴をベースにせずに、はい、右手に靴を合わせていくっていう、はい、靴がくるくる回りながらこう磨くんですけど、でしっかり染み込ませて、はい、で表面に残ってるのは染み込まなかったクリームなんで、うん、それは空拭きしちゃいますね。今使ったブラシは何毛ですか？これは豚毛ですね。豚毛ですね、はい、硬いブラシです、はい。まあ、ブラシは3種類基本的に使うんですけど、はい、馬毛がホコリ落としで、はい、豚毛がクリームなじませるもので、はい、で最後に使うのはヤギの毛ですね、柔らかい毛で、はい、で空拭きをして、うん、拭き取っちゃいますと、まあ、ちょっと余分なクリームこれぐらいついてますね。で
で皮が潤った状態にワックスを乗せていくときれいに乗ってくるので、乾いた状態の皮にワックスを乗せるんではなくて、もう飽和状態にしてからワックスを乗っけていくって感じですね、はい。でその時使うのはこの缶に入っているこの油性のワックスを使っていきます、うんうんうん。要はじゃあ缶だけを、この缶の油性ワックスだけを使うっていうのは良くないってことですよね。そうですね、はい。まあ、何もしないよりは全然いいんですけど、うんうんうん、これには基本的にはあまり栄養が入っているわけじゃないので、はい、まあ、皮を保湿して柔らかくするのはクリームの役割で、うん、でワックスはもうコーティングしてもう皮を守る役割なんで、はいはい。なのでまあそういう意味でいうとこう2つやっておくとやっぱりすごく皮は普通は長持ちしますね。で基本的には芯が入って硬いところに塗っていくので、はい、まずかかとから塗っていきますね。まず指でこれもベースを塗っていきます、うん。でこのワックスのこの、まあ、指のせっていうベースをやっていくポイントなんですけど、はい、目安どんぐらい塗ればいいか分かんないって方多いんで、うん、目安がちょっと今分かりやすいのをここだけやってますけど、はい、こうワックスを塗るとこう白く濁るじゃないですか、で濁ってる上からどん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 重ねていくとですね、はい、その皮の目の、まあ、毛穴にワックスが詰まっていって、うん、面が整ってくるんですね。ほう、毛穴が埋まってくる感じですか。そうです、うん、埋まってくると、うん、このモヤモヤの下に光の筋が出てくるんですよ、うん。ちょっと分かりますかね、こういう風にもやもやって白くしてる下になんか光の筋がピーンとこうちょっとずつ光の反射が鋭くなってくるんですね、はい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 、ピントが合ってくるといいますか、うんうんうん、そうなってくるともうベースができたよっていう証拠なんで、そしたらもう それをそこまで塗るって感じですね。うん、意外とこうどのぐらい塗っていいのかなっていうのはね、皆さん質問多くないですか。そうなんです、そうなんです、はい。なので、はい、それはもう皮によって全然違うんですよ。キメが細かい皮でしたら3回ぐらい塗れば、2、3回塗ればこういう風になるものもありますし、うんうん、皮が結構目がしっかり粗いやつは、うん、やっぱ10回20回塗らないとこういう風にならないのもあるんで、回数とか量っていうよりはもう皮に合わせて反射がどんぐらいこう光を反射してくるかっていうのを見ながら乗せていきますね。やっぱドレスシューズは、ね、しっかり光らせることが多いですし、はいはい、ブーツはカジュアルで合わせる人多いんで、まあ、そんなに光らせないんで、まあ、そんなに光らない革を使ってても、まあなんですかね、おかしくないというか、うんうんうん。ただこのサイドゴアはちょっとかなりセクシー系のサイドゴアなんで、しっかり今日は光らせて、うんうん、なんかちょっと久々にトゥーも気持ち長めでね。そうですね、なんかこうトレンドがまたちょっと前のトレンドに戻ってきた感じが嬉しいですね。でちょっとこうヒールもちょっと高い、まあね、サンローランのジョニーまでいかないですけど、うんうんうん、気持ち高くしてる。そうですね、最近はもうずっとスニーカーブームが続いてたんで、うんうんうん、革靴も結構丸っこいのが多かったですけど、うんうんうん、やっとちょっとノーズが長くなってきて、うん、僕らミヤキヤもちょっと磨きがいがある靴が増えてきて嬉しいですね、うん。またパンツもねちょっと太くなってきたのもあるじゃないですか。あ、はいはいはい、まあ、細いのもトレンドではありますけど、うんうんうん、そうするとちょっとこう先がシュッと長いのを、ね、履きたくなるかなって、うん。ちょっとこの指の背がやっぱすごいポイントなので、うん、ここしっかりやっておくとこの後が絶対に綺麗に光るっていう、ちょっとここの時間をしっかり取ってきますね。いやなんかかっこいい、見とれますよね、指の動きがかっこいい。まずつま先かかと塗りつつ、あとはこのつま先とかかとの光沢が分断しないようにこの下のコバのちょっと上ですね、うん、ここで光をつないでいくっていうのがまたポイントですね。結構昨日も靴磨き一日させてもらって、はい、半分ぐらいが津軽靴店さんで開催された靴磨き大会に出場している方々でしたけど、うんうんうん、皆さんはここの下の光が出ないっていうので、はつま先かかとは光らせられてもこの下のラインをつなぐ、うん、つなぐこのラインを光らすっていうのは結構皆さん苦労されてますね。そのこのラインのを光らせるコツというのはやっぱりこの指の背をしっかり。そうですね、でこのこうコバからこう靴がアッパーがこうやって来てるじゃないですか、はいはい、この斜面ですね、うん、しか光らせていけないですね。ここから上はシワになるんで、あなので本当にこのコバの硬い部分ってことですね。そうです、ウェルトの上だけに乗せていくっていうのは結構こう、は
普通にやっちゃうと、うん、あの指全体に乗せちゃうんでテープ貼ったみたいにちょっと太い筋ができちゃうんですよね。それはちょっと割れてきちゃうんで細い筋を作るんですけど、しっかり指のせをしたので、うん、ここから表面磨きをしていきますね、はい、今日も岩手の水で岩手の名水で岩手の名水は光るっていうですね、そうですね、ことね、R&D の社長がですね、そんな静香さんがそんなこと言ってたんですか、はい、僕が勝手に言ってるんですけどでここからはあのお水をつけて、まあ、そんなに力は入れずに優しく磨いていきますね。でこちらのサイドバーの場合はこうキャップトゥーとかがないので、うん、いわゆるプレーントゥーじゃないですか、はい、まあ、キャップトゥーの場合はこうストレッチチップとかこうバチッと切れてるんで、うん、光らせる部分がこう明確に分かってるんですけど、うん、はいはいはい、プレーントゥーの場合はこう境目がないので、うん、ここのこういうプレーントゥーの靴を磨く時のコツは、光らせるのはつま先のこのしっかりつま先を光らせるように磨きつつ、うん、指の動きをちょっと広めに大きく取るんですね、はい、そうすると自然と周りにワックスが散ってぼかしが入るんですね。ほう、つま先がパツッと光って徐々にこう芯が弱くなっていくところにつれてボケるっていう、なのでちょっと大きめにこう指を動かすんですね。こうやってやるんではなくて、うん、こうやってやるってことですね。そうすると狙わなくても勝手にこうぼかしが入るので入ってくる、すごく自然な光ができてきます。かっこよくなってきましたね。またこちらのブーツが、ここがシングルソールでここからちょっとダブルになるっていう、うん、このスペード風のソールなんで、うん、この曲線が出るとまたよりかっこよく見えますよね。そう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 、まあ、あの坪内さんが、はい、これはこう女性のウエストのような、うん、くびれを、うん、くびれをあのイメージしましたって言ってましたからね。坪内さんが言うと説得力半端ないですね。いや坪さんはね、なんか初めて僕坪内さんと中野のなんかワインバーで飲ませてもらったことあるんですけど、はい、当時僕めちゃくちゃ鍛えてて、うん、家から自転車で中野まで行ったんですね、まあ、10キロぐらいなんですけどで短パンでピタピタの T シャツ短パンで行ったら速攻怒られましたお前そんな格好で飲みに来んなって言われてめちゃくちゃあの怒るっていうか、まあ、すごいあのニコニコしながらすごくきつく言われましたそういう格好はダサいよみたいな。すごい非対称な2人じゃないですかどこ行くのも T シャツ短パンでも見てたん でどこにでもママチャリで駆けつけるっていうスタイルでちょっと行ってたんで、だいぶ光ってきましたね。わいい感じだ。わこれまた別物の靴になりますね。なりますね。あすごい。いや本当ですね、なんか違う靴になってきますね、うん、まあ、でも今開始して10分、10分ぐらいですかね。10分ぐらいですよね。10分ちょいぐらいで、はい、であとはポイントはですね、まあ、つま先とかかとをしっかり光らせてこのラインでつなぐっていうのをやりつつ、うん、あとはその全体的にも少し光を光沢を与えたいんですよね。なのである程度つま先とかかとがこうもうだいぶ光ってきたなってなりましたら、この全体的にもワックスをちょっと乗せていきます。はい、なんでちょっとこのままワックスをちょっと多めに取るんですね、うんうんうん、でこの今磨いてこなかったこの曲がるシワになる部分ですね、このバンプの部分にワックスをこうちょっと塗り込んでいきます、はい、でこのワックスの意味はこう表面で膜にするというよりは皮の中にワックスを入れ込んでこうに皮の奥からにじみ出る光沢みたいなのを出すためのワックスなんで、うーん、ちょっと押し込む感じ、ね、そういうことです、そうです、うんうん、なので表面に乗せるというよりはもうあの中に押し込む感じですね。ちょっと押し込んで、うん、でここで一回布をちょっと外しまして、うん、喋らなきゃいけないのに、ね、見入っちゃいますねありがとうございます、最高の褒め言葉です、はい、でその今こうつま先とかかと以外の今ワックスを入れ込んだところだけをちょっと豚の毛のブラシで、うん、こうもう一回こうなんですかね、クリームを染み込ませるみたいな感じでもう一回ちょっと入れ込みます、うん、でこの時にせっかく光らせたこのつま先かかとに当たっちゃうとワックスの膜取れちゃうんで、はい、これ絶対当たらないように気をつけながらブラッシングをします。うんうんうん、皮の中に入れ込んで、でその後にこのヤギの毛のブラシを少しだけこう
先端だけ濡らすんですね。おで少し濡らしたワックスでブラッシングを、はいはい、これも基本的なつま先とかかと以外のこのバンプのところをメインにブラッシングをしますと、うん、今こうは革の中に入れたワックスが次はちょっとした膜になってほわーっと光ってくるんですね。いいね。でその最後にお水をつけて、はい、でつま先とかかとの表面部分を研いでいきます。しっかりと表面を乗せた膜をより鋭利な光が出るように研いでいきますね、はい。僕は思ってたほどそんなにこうワックスをこうあれなんですね、何回も乗せるというよりはワックスをしっかり塗っていくって感じなんですね。そうですね、うんうん、できましたか。はい、できました。素晴らしい。じゃあちょっと左右で比べて比べてみますか。で見えますか。こういう感じで、まあ、つま先はもちろん光ってますし、うん、あと、まあ、全体的にもクリームワックスが入ってるんで、はい、少しこう黒した感じになってますか ね、 ですね。またちょっと違う商品に見えますね。そうですね、また表情がだいぶ変わりますね、はい、あとはまあかかとからつま先にかけて光沢がこの筋でつながるように磨いてるので、うん、よりその坪さんがおっしゃったそのちょっとここのくびれの感じの立体感がより演出されて、うんうん、なんか曲線が光で出るので素晴らしい。そういう意味でもちょっとよりグラマラスに見えるかと。そうですね、はい、はい、思いますね。いやありがとうございました、はい、ありがとうございます。いやぜひですね、WH ご購入の方はプレーントゥでもそうですし、まあ、こういうサイドコアでもね、今のような長谷川さんの技をですねしっかり動画でチェックをしていただいて、ぜひご自分でやってみてください。そして長谷川さんのね使ってたこのブリフトアッシュのオリジナルクリームは、長谷川さんのお店で販売しておりますし、はい、通販とかでも一応ウェブショップも、はい、やってるんですね。はい、なのでそちらをチェックしてみてください。弊社 のウェブサイトの方でも、備品いろいろブラシから、何からご用意してますので、この後チェックしてぜひセットですね。なんか長谷川さんこの靴磨きセットみたいなのもあるんですよね。一応そうですね、1万5000円のスターターキットみたいなのあるので、木で作ったすごいかっこいいやつがあります。じゃあその辺もですね、これからチェックしてみてください、はい、ということでありがとうございました。はい、ありがとうございました。この後もですね、菅原靴店の、ウェブサイトで、たくさんの、秋冬物が入荷しておりますのでチェックお願いいたします。そして、菅原靴店全店のインスタグラムもフォローお願いします。さらに、今日の、靴磨きに関してですねコメントをたくさんいただければ嬉しいです。またもう一回ちょっとね、はい、さらに出ていただきたいなと思いますので、かしこまりました。はい、よろしくお願いします、はい、ということで今回もチャオで皆さんにお別れしたいと思います、はい、それではまたチャオチャオ。マジで落ちた。チャンネル登録よろしくお願いします。